ません。まずはじめに準備するものとしてお湯と、あと大きめの、鍋と、あとザル、あとは氷水用意してください。それでまず あとストップウォッチ用意してください。それでよいしょと最初に火にかけます。これで今もう起きている状況、その時になるべくぐず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 言わせる状況を作り出してください。はい、ける、はい、大丈夫です。これで大体 400g ぐらいあるんで、うん、この半分ぐらいを使います。大体これぐらいかな、半分グラムで大体 200g。 それを沸騰しているお湯にゆっくり入れてあげてください。この時強火で、ボコボコ言わせてあげると、早いです。その時これでストップウォッチも大体1分ぐらい入れていただいて、あとこの時あんま来てなかったら箸を少し泳がせてください。それでやりすぎちゃうとブチブチに切れてしまうのでご注意ください。それで今もう現時点で半分以上出来上がりましたので、火を止めて、こちらのお湯をタイマーが鳴ったと同時に入れます。それで引き上げていただいて水でさらします。洗ってください。こうやってそれで終わりましたら、冷たい氷水の中に冷やしてください。それでこちらの方で美味しいお蕎麦が完成になります。